では、本日の映画お願いします。パイレーツ・オブ・カリビアン。ね、何回もやりましたね。そうですね、5回ぐらいやってんのか、はい、あの、多分全部見たんですけどね、やっぱり印象に残ってるのは一番最初の方ですね、これはね。はい。はい、で、あの、もともと私ね、結構ね、あの、ディズニーランド結構好きなんです。こっちこっちさん。そうなんですか。案外行ってるんですよ。あの、あそこに最初にできたのが、はい、私役人になってからだったと思うんだけど、はい、東京ディズニーランドね、はい、最初から行ってるんですよ、すごく。あ、そうなの。ものすごい行ってるんだよね。でもちろん、あの、パイレーツ・オブ・カリビアンっていうのは、はい、もう、あの、ディズニーランドで知ったって、そんな感じですよ。ああ、そうなんですね。うん、なんかあれは、あの、まあ、あの、映画の中に出てくるシーンが何個も出てくるんだけどね。はい、あの、東京ディズニーランドではね。はい、で、あの、あそこから見てて、おお、これが映画になったのかなと思ったくらいですよね。で、あの、ディズニーランドで見るときにあれ結構、室内アトラクションだから、はい、あの、雨でもやれるし、結構、夏は涼しいしね。それで、そんな過激なやつがないから、結構安心して乗ってられるってやつですよね。結構行ってるんです、ね。行ってますよ。私結構ディズニーランドファンなんだよね。だから、あの、ディズニーはね、ディズニー、あの、ほら、あの、ディズニープラスっていうのかな、あの、ああ、映画の会員にもなってるし、はい、あ、そうです。あれになるとスターウォーズとかディズニー映画とかみんな見放題でしょ。はあ、うん、だからあれは、あの、結構私好きなあれですよね。会員でなってて、あの、見てるんですけどね。ディズニー映画もなんか見てるし、うん、あの、実際に映画館でも見ますけどね。パイレーツ・カリビアンってのは、だから最初さ、その、あの、私はこのアトラクションが先だと思ったんで、それでいいんでしょ。アトラクションかなんかで、それで。そうですね、うん。カリブの海賊が最初でしょうね。うん。はい。で、あのね、ジョニー・デップが出てて、はい。デップっていうのはあれですよね。あの、俳優としてもなかなか面白い。シーザーズ・ハントとかね、はい。そういう、あの、いろんな独特のものがありますよね。うんうんうん、デップっていうのはね、結構ハンサムな匂い見たと思うんだけど、はい、全然演じるのが違う役だからね、これね。変な役多いですよね。変な役は、だから独特な役が多いでしょ。うん、だからそれはそこでまた彼の魅力なんじゃないの。確かにそうですね。うん、このね、あの、パイレーツ・オブ・カリビアンもさ、ずっと出てって、もう一応出世作になってるんだろうけど、はい、まあ、デップらしい役だね。そうです。基本的にコミカルでしょ。そうですね。うん。うん、そこはエドシーンじゃないですかね。あんまり深刻じゃないしね、物語でもね、全部ね。うん、そうですね。うん。はい、まあ、あと、キーラ・ナイトレって、あの、綺麗な子が出てくるんだね。はい、オーランド・ブルームはその一応かっこいい、あの、やつも出てくるんだけどね。そうですね。うん、はい。役者揃ってる感じしますよね。そうね、最初からね、結構ね。ね、まあ、あの、物語でも事向けでしょ？もう絶対ありえないでしょ、ああいうのって。まあ、そうですね。はい。海賊船の人が出て、亡霊みたいな人ばっかりが出てくるってやつ、話でしょ。そうですね、うん。はい、そうですね。好みですよね。そうですね。パイレーツ・オブ・カリビアンって確か、ワールド・ディズニーでもあったと思うんだけど、ロサンゼルス。まあ、あの、マイアミの、ね。あ、マイアミの。ロサンゼルスのあったような気がするね。大体ね、私、海外行った時にディズニーなんで見に行くんだけど、ね。そんな行ってるんですね。行ってるよ。好きなんですね。あの、マイアミも何回も行ったことあるし、ロサンゼルスも何回も行ってるけどね。あ、そうですか。うん、はあ、いや、そもそも大変です。一番最初ね、新婚旅行でロサンゼルス行った時に、ディズニーなんで行ってるからね。あ、そうなんですか。うちの神様大好きだから。へー、あー、そうですか。そう、へー、うん。やっぱり、東京の時もずっとあれだしね。はあ、これで、あの、ディズニーランドの、ディズニーランドシーターでしょ、はい、あそこの中にホテルがあるでしょ、 はい、あそこ行くと悪いよ。あれ、だから中だから、はい、あの、すぐって行けるしね。そうですね。はい。そういう意味でディズニーファンでございます。あれ、中国のディズニーランドは行ってこない。中国行けないよ、あの、私は。行ったらもう逮捕されちゃうと思うんだ。確かに今危険ですって。